はい、えー、それでは10月24日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきますできない理由を考えるなできるようにするための方法を考えろっていうことですね実際に勉強時間が取れませんというようなお悩みのメール私よくいただきます でそういった方っていうのは勉強時間が取れない理由を考えるんですね例えばなんですけれども仕事が忙しいからだったりとか家事が忙しいから育児が忙しいからこれあげればもうきりがないんですけれどもこういった勉強時間が取れない理由を考えるんですよね考えるのであればどうしたら勉強時間を作れるかこっちに焦点を当てて考えていただきたいんですね例えば LINE をしている時間だったりとか スマホでゲームをしている時間だったりとか、電車を待っている時間とか、お風呂に入っている時間、お手洗いをしている時間、いろんな時間を使って勉強ってできるんですよ。一問でも全然構わないです。一問でも解けるんじゃないのかっていうことを考えて解けるのであれば、少ないかもしれないですけども、やった方がいいです。こういった小さいことができなければ、大きなことってできないんですよね。 まずは、忙しかったとしても、先ほどお伝えした時間を勉強時間に変えてですね、一問でも多く解く習慣をつけてみましょう。それでは本日の3問に入ります。仮登記は、登記の申請に必要な手続き上の条件が具備しない場合に限り、仮登記権利者が単独で申請することができる。丸かツかという問題ですね。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、 この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。で、この問題文のこのグビしないなんですけども、これどういうことかって言ったら、備えていないってことですね。まあ、条件が備わっていない場合っていうふうに置き換えていただくと分かりやすいんじゃないのかなと思います。で、答えは×ですで。仮登記って何なのかっていうと、登記申請に必要な書類が揃っていない場合だったりとか、 あと売買予約で飼い主がまだ所有権を得てはいないけれども予約者としての権利を確保する必要がある場合、まあ、こういった場合に、えー、早い順位番号を確保するため、まあ、順位保全っていうんですけどもそのために行う登記が仮登記なんですねでこの仮登記には対抗力ってないんですよあとで本登記をしたときに仮登記の順位で本登記がされて対抗力を持つようになるんですね で少し分かりづらいなと思ったた方は、完全なななをするんんじゃなくて、て仮の登記なんだだとと考えていただければ、とりあえずは大丈夫です個別指導では詳しく解説するんですけどもちょっとこれ詳しく解説すると長くなっちゃいますので今回はここまでにとどめさせていただきます、まあ、とりあえずこの問題で覚えていただきたい点で言うと仮登記であったとしても売り主と買い主が共同して登記申請しなければいけないんだというところです今回問題文を見ると 単独で申請することができるとなってるんですよね。だからこの点が誤りです。で、問い2ですね。で、問い2に入る前にまだチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録のボタン、クリックしていただいて、チャンネル登録していただければと思います。そのチャンネル登録の隣にベルのボタンあると思います。そちらも、えー、合わせてクリックしていただいて、すべてのところを押していただければと思います。これで私が動画アップした時に、 通知が来るようになりますので、こちらもぜひ設定してみてください。で、問い2ですね。売り主が宅券業者、買い主が宅券業者でない場合の土地の売買契約の売買を行った宅券業者は、売り主が37条書面は不要だと申し出てきたので、37条書面を売り主に交付しなかった、この場合、売買業者は宅券業法違反となるルか×かという問題ですね。 で、答えは丸です。つまり、宅建業法違反だということですねえ。37条書面の交付義務っていうのは、宅建業者間であっても適用されます。つまり、売り主、買い主、双方に37条書面を交付しない場合は違反になるんですね。で、これはえ定番の引っ掛け問題なので、絶対解けるようにしておきましょう。で、宅建業者間で適用がないものについては、個別指導で解説させていただきます。で、問い3ですね。開発許可の申請書には、 開発区域内の土地、または建築物の権利者全員の同意を得たことを証する書面を添付する必要はない。丸かツかという問題ですね。答えは丸です。全員の同意は不要です。開発許可の申請書には相当数の同意、これを得たことを証する書面を添付しなければなりません。つまり相当数の同意書を添付しなければならないということですね。全員の同意書までは必要ありませんよということです。 で相当数ってどれくらいの数って思われるかもしれないんですけどもここまで考える必要はありませんそのまま相当数と覚えれば大丈夫ですで無駄な知識っていうのはできるだけ頭に入れない方がいいですまあね気になる方はこの相当数ってどれくらいなのって考えてね調べる方いると思うんですけどもそこまで考える必要はなくてもう必要な知識のみ頭に入れていくってことが重要なんですねこれがもう合格への道です何でもかんでも理解しようとするともう逆に非効率になっちゃうんですよ 理解しなければいけない部分は理解しなければいけないけども理解しなくていい部分は理解しなくてもいいんですねで今回のこの相当数っていうのは理解しなくてもいいのでもうそのまま相当数と覚えちゃいましょうで個別指導については値上げまであと7日です今月1杯までは最安値価格なんですけども来月11月に入ると値上げになりますのでお早めにお申し込みくださいで分割払いの分割回数も増やしてますので支払いやすい内容になっていると思います 今すぐ下の概要欄から個別市場の詳細ご確認いただければと思いますえ。今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。明日も動画アップさせていただきますのでえご覧いただければと思います。レドスのオノでした。